はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきます。はい、本日は現チームファイナルコン、現チームファイナルコンサート、クラノなるなるチーム4の笑顔になるなるコンサートでございました。見に来てくださった方、また配信で見てくださった方、ありがとうございました。そしてこれからね、見逃し配信アーカイブで見るよっていう方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとね髪をまとめました。いや今回はね本当にハードで、めちゃめちゃそう、めっちゃハードで、もう最初はね本当なんか難し、本当今回、まあ、何が難しかった、まあ、頭からつるというと、まあ、ルビー100年先でも待って、なんだっけ、でハートの脱出ゲーム、なんだっけ、で、あ、ワンツースリーフォーよろしく、で、偉い人になりたくない、リップ、久しぶりのリップグロス、で、ユニットは恋愛禁止条例と記憶のジレンマをやりました。で、あとはまあその上から言うと恋愛禁止条例、純情主義、おニューの上履き、記憶のジレンマ、愛しきナターシャだっけ、で沈黙、まあ17人姉妹の歌があって、でその後にやばい、ちょっと頭が回らなくなってきた、アンジーやって、戸惑ってためらってやって、目を開けたままのファーストキスやって、走れペンギンやって、思春期のアドレナリンやって、ワルタピーポーやって、リップラブトリップやって、でその後に次のシーズンやって、でアンコールが愛の存在、愛の存在ジュワルデイズで、永遠より続くようにやって、涙のせいじゃないやって、で最後に翼はいらないで終わりました。で今回は特に中でも大変だったのがルビーと100年先でも、戸惑ってためらってだったんですよ。であと個人的には次のシーズンもめっちゃ大変だったんだけど、そうなんだっけな、ルビーと100年先でもじゃなくて戸惑ってためらってが同じ日に振り入れだったんですけど、もう私パンクして頭が頭パンクしてマジで頭に入らなくて、もうねやばいなって思いながら、そう、マジでパンクして、ちょっと本当にねちゃんと本番を迎えられるか心配だったんだけど、そうでもちゃんと乗り越えられたなって思って、で本当になんか最後の最後でこんな壁立ちはだかるとは思わなくて、結構半分ぐらい初めてやる曲が多かったんですよ今回。でもそれがすごい楽しくて、なんかまあ今回のコンサートが、まあ、AKB48 のメンバーとしては最後のコンサートだったんだけど、最後のコンサートがこれですごい良かったなってめっちゃ思って、そう、それぐらいすごい楽しかった、うん、です。でちょっと先にユニットの話をすると、恋愛禁止条例と記憶のジレンマの2曲をやったんですよ。そう、私ね今回恋愛禁止条例やってみたくて、そうやってみたくて、っていうのもね、あの結構さ割と、まあ、可愛いって言ったらまたちょっと違うかもだけど、
なんて言うんだろう、なんて言うんだろうか、なんかところどころねロックな振り付けがあるんですよ。私それ見て、うわこの曲やってみたいなって思って、すごく。でもなんかそこって結構一部分一部分って感じで、ずっとロックなわけじゃなくて、なんかちょっとロックが垣間見えるみたいな感じの振り付けなんですけど、だから最初はねあんまりバチバチにやらないようにとか思ったけどね、なんかちょっと 一回ちょっと調子乗ってじゃないんだけど、めっちゃね、そうなんか振り付けが「どこかで誰か恋してる」いけないと分かってもっていう振りなんですよ。そう、こことかここがロックなんですけど、最初ねやった時はあんまりガツガツすぎずって思ったんだけど 途中からねなんかめっちゃ、もうこれやってこれやった後めっちゃねこうやったらねめっちゃ面白くて、本番は割と気合い入れちゃったね。そう、気合い入れてやりました、本番は。そう、こんばんはね、マジで気合い入れましたね、めっちゃ。暑い。そう、だからやってみたくて。どこだったっけ、なんか茨城かな、茨城でやってた記憶があるんですよ。違うかもしんないんだけど、そう、それ見てね、あやってみたいなこの曲って思ったんだけど、それが最後の最後で叶ってよかったです。で、記憶のジレンマはね今回2回目で、そう、1回目があれだな、横浜おしゃれ祭りですね。去年だったかなあれ。そう、去年のよ、あれ去年だっけ、あれ、いや去年か、去年の横浜おしゃれ祭り1回やったんですけど、また今回もねやらせていただきました。あくび。そう、今回ユニット2つありました。錬金のダンスバキバキだったでしょ？カレンちゃんにもちょっとそれが面白いって言われた。私も絶対に面白いなって思いながら そう。でも結構さ、意外にさ、曲がさ、曲じゃないや、意外に振りじゃなくて衣装が結構真っ黒で、どっちかっていうとちょっとかっこいいよりやんって思ったんですよ。え、もう、あ、それは関係ないもん、後付けです、後付け。本番では思ってないけど今思うとっていう感じだった。そう、なんか思ったなんか曲のイメージから連想した衣装とは全然違う感じだったんですよ。あ、こういう感じの衣装なんだって思って、結構鎖じゃらじゃらみたいな感じで、私がね想像してたのはね、カップリングウィズの衣装あるじゃない、あれのなんかチェックバージョンみたいな感じを予想してた。予想？それか、なんかでもまあ、うわ、例えむず、なんか、投げキッスで撃ち落とせと、投げキッス、投げキッス、いや違うな、投げキッスじゃないの、あれ。なんだろう、なんか、とりあえずイメージしてた衣装は、なんかちょっとチェックの、なんか青、黄緑、ピンクみたいな感じのやつでっていうイメージをしてたら全然違ってて、あ、こんな感じなんだって思って、そう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 、あれはちょっとびっくりしたね。まあ勝手に想像してたんですけど、自分は。はい、あ、インスタ
あ、更新された。みんなインスタチェックしてください。ぜひ今回もね割と漏れたと思うんで。どこかで誰か恋してる、いけないと分かっても、もし諦めなれるなら本当の恋じゃない、条例違反。みんなここにいる皆さん、ぜひインスタ見てください。そしてよかったらいいねとコメントしてくださったら嬉しいです。そう、今日はね、青の袋はどこの？え、これはね、投稿に書いてあります。これは、なるさんルンバ褒めまくってるな。そうなの？どこ情報？今ショールームしてたりするのかね？するのかね？とか言って、ナルタオ、そうなの？あれ、 YouTube チャンネルとか？え、今日ね、私めっちゃ真っ黄色の T シャツ着たんですよ。で、多分みんなきっとなんか合わせてくるだろうなとか、みんな黄色い系の着てくるんだろうなって思ったら、意外といなくて、黄色いの着てる人が意外にいなくて、そう、あれって思って、本当にあれってみんなあんま着てないみたいな。そうだから多分みんながあんま着てない分、私が着たんだろうなって思いました。真っ黄色だもんこれ。そうで、気がついたらなんかシミみたいなんできてて、ちょっとショックでした。そうそう、シミ、ちょっとシミっぽいのできてた。そう、全然気づかなかった。あ、そろそろ最後いい感じのはず。今日夕飯いっぱい食べたの。そう、あれ、あのお弁当さすがに全部は食べれなかった、味が濃かったです。そう、
確かに。でもめっちゃボリュームあって、今日のお昼めっちゃ茶色やんって思ったの。錬金のダンス難しかったのでは？いや、ぶっちゃけそんなに難しくなかった、私の中ではね。うん、あれは割と私の中でも好きな部類だからさ、特にアウトロとかは。うん、それよりかは私は本当にルビーと100年先でもと戸惑ってためらってがマジで大変だった。そう、私なんか手をいっぱい動かす、なんて言うんだろう、そのなんかイメージですよ、めっちゃイメージで話します。今からなんだろうな、すっごいイメージで話します今から。そう、なんか結構結構 K-POP の振り付けなって、まあ、それも K-POP って言ってもいろいろあるからあれなんだけど、あ、例えばあれですね、 AKB で言うと僕たちは戦わないみたいなとか、ノーウェイマンとかみたいに、あの短い時間の中で手の振りがいっぱいみたいな、がちょっとあわあわして、ちょっと苦パあわあわしてめっちゃ苦手なんですよ。だからどっちかっていうと、それこそなんだろうな、エスケープとか SKE48 さんのエスケープとか、もう体、いやもちろんそれこそ多分あの僕たちは戦わないとかも体全体動かすんだけど、結構手が多いじゃないですか。だからそのエスケープとかああいう系の振りの方が私はすごい大好きなんですよ。だからどっちかっていうと、まあ恋愛禁止条例はアウトロとかは特にもう体全身を動かす感じ。まあでも言うてもそんなに難しいステップとかないんですよ。結構基本的なステップが多いです。だから簡単です、私の中では。そう、あこのルンバニアファミリーのファンクラブのさ写真あるじゃないですか、タクシーの車窓からっていう。あれ何を考えてるかっていうと、私基本的にタクシーめっちゃ酔うからもう外見てないとダメなんですよ。だから何も考えてないそう、本当に何も考えてない。もうね、タクシーの中で携帯見たらもうね一発アウトでございます。私は本当に酔っちゃうから、もう本当に外を眺めることしかやることがないんですよ。それか音楽を聴くことぐらいしか。そう、だからもう本当に何も考えてない、もうずっと外見て、もう本当に何も考えてない、こんな感じでいますそう、本当に何も考えてない。そう、でも最近ちょっと強くなって、強くなってじゃないけど結構お仕事でまあ車両とか出してくださるんですけど、その中で携帯見るのは大丈夫になったんですよ。ただやっぱ普通の一般自動車あるじゃないですか、家庭用自動車っていうんですかね、あの中で携帯見たらアウトですね。でタクシーはもう KO ですそう、であとね、今日インスタにも載せたんだけど、だいぶ見えづらいんだけど、あ、見えづら、今回ね透明なのに黄色のアイシャドウを塗ってみたんですよ。
そう、どうしても黄色要素を入れたくて、ただちょっと黄色のマニキュアがねちょっと見当たらなかったから、なんか新しく買ってもいいかなとは思ったけど、その時にふと使わなくなったアイシャドウをネイルにする方法あるよみたいなの聞いて、それを試してみようってなって、でなんかいろいろ調べたらさ、なんかマシーンを使ってやるタイプのとかあって、いやそれは無理だなって思って、今回はアイシャドウをのせるタイプにしました。あのまだインスタの方が綺麗に見えると思うから、ぜひ、そう、まあ、ちょっと今回黄色だったからちょっと透明だと見えづらかったんだろうなって、多分白とか塗ったらめっちゃ見えるんだと思う。そう、そう、それでネイルアピールしてた。もう見えづらいけど、めっちゃすっごい頑張ってるすっごい頑張ってるの。え、でも頑張ったらね、なんかあの爪の先なんか輝いてんなってわかると思う。もうあれはひたすらネイルを見せてるポーズです。いや最近ストレートポニーがね好評で嬉しいですね。触覚、あ、これ触覚ね、合ってるよ。触覚、横毛、どっちでもいいかなどっちも OK。 そう、ありがとうございます。今日はね頑張って探して、あの最優、あの推しカラーのペンライトつけてるくださってる方とかもう見つけて、でもちょっと1階席が限界だったね。2階席がちょっとあんまり見つけられなくてごめんなさい。でも頑張ってね、めっちゃ目線は送ったんだけど、そう、それをインスタに書いてください大丈夫、インスタに書いてもいいんだよ、書いてくれてもいいんですよ。そう、1枚目めっちゃ良くない？私も漏れてると思ったんですよ。あんま自撮りを載せることそんなにね、たくさんは嘘だ。あの最近たどりがいいなって思ってたんだけど、なんかインスタにあんま自撮りすごい載せようとはそんなに思わないんだけど、今日はね載せたかった、めっちゃ。そう、 ありがとうございます、書いてくださる、嬉しい。
そうミッサーがいろいろね写真撮ってくれて、ちょっとこれもいいなっていう写真あったんで明日以降載せていきます。楽しみ。なかなかねファンクラブに載せる写真難しいなって思って取りだめはしてるんだけど、なんかツイッターと代わり映えしないなって思って、だからあのファンクラブはなんかちょっと変わった写真を載せられるように頑張ってるんだけど、そうそうそう、多分一番漏れてるのがインスタで、ちょっと分からんけど割と漏れてるのがツイッターで、漏れてんのかどうか分かんないけどなんかファンクラブ限定っぽいなっていうのをファンクラブ限定に一応持っていこうとは考えてて、そうでも写真がありすぎて、でももう似たような写真ばっかりなんですよね。そうだから絶対ね多分皆さん、いやこれこの前も送ってきたよっていうメールでねあると思うんですよ。実際同じものを送ってる場合と微妙に違う場合があるんですよね。そう変わった写真コスプレとか、あ違いますね、コスプレはやらない人なんであんまり、そうたぶんね、一番インスタが猫かぶってる言い方悪いけど、一番インスタがあの猫かぶってます猫かぶってるって言い方変だけど、そうかぶってるじゃない、なんて言うんだろう、難しいな、なんて言えばいいんだ、外面がいい悪い言い方しか出てこない、やっぱ漏れてるが一番いいのかな、インスタが一番漏れてるやつなんですよ。でツイッターはもちろん漏れてるのもあるし、あそうおすましだ、それがいい、それが一番いい、ありがとうございます。インスタが一番おすましで、ツイッターはおすましじゃないけど結構漏れてんなっていうやつは結構インスタに行くことが多いですね。まあ、あの結構インスタにおすましなの載せてることもあるんですけど、でメールが一番おすまししてない、そうなんかもう悪い言い方しか出てこなかった、外面がいいってなんやねんって話なんですけど、そうで755に関しては写真に一切載せてない、もう755には何を載せればいいか分かんないから本当に写真撮ってない。で多分ファンクラブはもう見てくださってるのは私のファンの人だけだから、うんお弁当の写真とか載せちゃってるけど、そう
まあ難しいな。ファンクラブはもう裏側とか載せれたらやっぱ一番いいよねって思うんですよね。理想を語ってます、これは完全に。今で私のプライベートメールはブレブレ写真多めです。そうちょっとブレてる写真多め。ちょっとね、そのミッサーがね載せて、じゃあ撮ってくれたやつでめっちゃ可愛いって言ってくれたやつはインスタに載せるかツイッターに載せるかすっごい悩んでるな。でも最近やっぱね、なんかやっぱ美女がええねって言われることが多くて、ハピネス、幸せです。あー確かに食べてる写真とかいいね。ちょっと参考にさせていただきます、ありがとう。食べてる写真はいいな。さすがにそれはまずいかな。ちょっといいこと考えちゃったかもしれない。それはまた今度にしようかな。そう、食べてる写真で思いついた、パッと思いついたのはコラボ、一人でコラボカフェめっちゃ満喫してる写真それはちょっといいかもしれない。載せれるかわかんないんだけど、でもあのもうどこにも遅れてない、あのお姉ちゃんにも遅れてない、お姉ちゃん途中までしか読めてなくて、その作品で見せられてない写真とかあるから、それでいやこれは載せれないよってマネージャー NG 出たらごめんなさい、マネージャーさんの NG が出たらごめんなさい。でもちょっとそれはいいかも。でもちょっとしばらくはあのチームフォーコンの写真が多めになるかもしれないね。でもだいぶちょっとめちゃめちゃ参考になるの、ありがとうございます、嬉しい。
さすがにね、なんかあの私の日々のメニューだけ載せてもはってなると思うからちょっとね、ちょっとそれはね。そう、めっちゃ私楽しそうだけど、あのマネージャー OK が出るか分かんない、いやこれ漏れてないから無理だって言われたらごめんなさい本当に。でもあのお昼ご飯のあの弁当の写真一緒に載せ、一緒にね、あれで大丈夫だったらいける気がする分かんないけどそう、そう、ちなみにあの今回コンサートであの16人姉妹の歌のチーム4バージョンで、今回17人姉妹の歌をしたんですよ。まあ、実際歌ったのは私じゃなくてカレンちゃんとハーちゃんとキョンちゃんなんだけど、そう、それでね、私が13女とか意外と下だったんですよ。そう、意外と私下だったの。13ではなかった、いや13ぐらいか、そうだね、13女だね、確か13畳ぐらいだったんだけど、そう、意外に私下だなって思ったんですけど、で今回私はアニオタだったんですよ。秀才のアニオタっていうことで、なんかどうしようかなって思って、あのなんかどうすればアニオタ感が出るんだろうって、まあスタッフさんといろいろ考えて、なんか最初はね案があったんですよ、いろいろ。でもちょっとそれは難しそうだねみたいな話になって、で私が分かる人には分かるやつで、分かる人には分かるやつで、あのアニメショップの袋を持ちませんってなって、そう、あれはマジでほんと不思議なほどに分かる人には分かるんですよそう、本当にあれは分かる人には分かるそう、青い袋、なんでなん、あれって本当に唯一無二だよね。そうで、あれしかも今回一番大きい袋だったんですよ。そう、なんとかメイト、そう、そう、あの袋はマジでロゴとかほとんどないんですよ。なんかなんだったら下の方にちょっとあるぐらい、でも裏向けててもわかるんよ。もう街中とかですれ違ったら、ああの人行ったんだなあそこみたいな、絶対にわかる。そう、あれはマジで絶対にわかる人はわかるやつなんですよそうで、今回はそれで出ました。そうでね、推しが出ないっていうあの悲痛な叫びを書かせていただきました。もうランダムでね、なかなか推しが出ないっていう、はい、だけどあれを書いた日にガチャガチャをしたんですよ、ランマ2分の1の。そしたらあのすごい好きなキャラって言われ、あのなんて言うんだろうな、私で言うその、ま、マギのアラジンだとか、夏目友人帳の夏目くんだとか、それこそハンターハンターのゴンとかっていう感じの好きレベルまではいかないんだけど、あのガチャを見て
この茜がめっちゃ欲しいって思ったのがあったんですよ。で1回目回したらシャンプーちゃんだったんですよ。でそれで、まあ、あの日はリハもあったから今日は頑張ったしいけるんじゃねみたいな感じで回したら本当に出てびっくりして、本当にあのもうジャージで、あのカードキャプターさくらの T シャツ着てる人がガッツポーズしてました。シャーとか言いながら、そう、でそう、その時カレンちゃんとミッサーにちょっとガチャガチャしてくるわみたいな感じで言ったら出たから、カレンちゃんに報告しました。出たって出たよって思って、あの習字はもう処分されたかもしれない、ごめん、保管してないと思う多分すいません、すみません本当に。うん、多分もうあれはもう私にはもう分からん、行方がもう多分スタッフさんの方で処分されたと思います。そう分かんないけど、はい、でも本当に今回めちゃめちゃ楽しいコンサートでした。あ、今日生で見ました、ありがとうございます。久しぶりに汗かいた、めっちゃ。そう、最高でした。絵はね、過去にツイッターやインスタで投稿してるんで、ぜひ見てください。もう幻の企画となってしまったルンバの一日一絵で出てくるそう、幻の企画となってしまったハッシュタグルンバの一日一絵。あ、出てきた、よかった。今ツイッターでも出てきた。最後にツイッターで投稿したの2021年だわ。恐ろしい。もう幻の、あの一日一絵の一は漢字で、一日一絵は糸編に合うの方の絵です。で一番自信持って描けたのは、あれ？なくない？あれ？あれ？
ム、アトムのイラストはいずこ？待って、アトムのイラストいずこ？マジであれ自信作なんだけど、どこ行った？あれどこ行った？あれ？アトムの写真が出てこないぞ。島次郎も書いたね。いや、島次郎は書いた記憶ない。書いたっけ島次郎。記憶にないな。この中に入れてるかな。あった。これですね、私が自信持てるイラスト。待って、画面が汚い。画面が汚い。ごめんなさい、ちょっとあんま綺麗じゃないけど画面が。これはね、2020年10月19日ですね。そう、マジでアトムがね、一番うまく描けるの、私。そう。とか、ウランちゃんも描いた。アトムの妹の。画面がね、綺麗じゃない。あのもう私の指紋がいっぱいついてる。やだわ。あとチコリータ書いてる。あのこれは友達へのちょっと年賀状なんでちょっと見せられないんだけど、チコリータ書いてますね。あのポケモンのチコリータ。あとは結構あのケロロ軍曹のキャラ描くのが割と私好きで、ドロロマジで指紋がすごい、指紋がすごい。でもそう、まあ、最近描いてないからあれなんだけど、ちょっとごめんね、この角度でしか見せられないのはあの画面に反射していろいろ映るのを防ぐためでございます。そう、あとは結構めっちゃ良くて一時期アイコンにしてたこれ、小雪ちゃん、小雪ちゃんだよね。マジでね、自信作すぎて、そう、
本当にマジで自信作すぎてアイコンにしてた。アイコンでいい、アイコンどっち、もうそれはいいや。であとは私の好きなプルルちゃん、プルルちゃんです。でもマジでデジタルが苦手なんですよ。もう本当になんかよくわからなくて、デジタルのやり方がそうよくわからなくて、ガンダム、ガンダムは無理な気がする。ハロだったら描けるかもしんないけど、ハロってガンダムだったよね、あのちょっと黄緑色の可愛い感じの、こうそう、ちょっとね冬樹は自分の中であんま納得いかなくて、あんま納得いかなかったんだけど、そう、そういえばあれはどこ行ったんだ、私ジョン・マイ・ラブのさ、ミサキくんのイラスト描いてたよね、あれはどこ行ったん。あれはどこ行った、あれもどっかにあるのかな、この iPad があんまりちゃんと仕事してないだけ。あでもね最近お話し会でね、なんかまあこれちょっとごめんなさい、お話し会でまあサイン会があったじゃないですか、オンラインお話し会で、だからちょっとまあちょっとその方の話をするのはちょっとごめんなさい申し訳ないんですけど、あ別にその方の話をするわけじゃないんだけど、その方がお題というかリクエストで、なんかカードキャプターさくらの世界にルルンちゃんを描いてくださいみたいな、まあ、本当はなんかさくらちゃんのなり変わりじゃねえな、なんて言うんだろう、ちょっとわかんないけど、まあどっちかというと私がカードキャプター側みたいなのを想像してたんだけど、もしごめんなさい、よかったらカードキャプターさくらにいる世界線でもいいですかっていう話になって、あいいよって言ってくれたんだけど、その時に私ちょっとクランプさんの絵をちょっと見ながら描いてみたんですよ。そしたら思いのほかうまくいって、めっちゃそう今は描けないかもしれないんだけど、なんか本当にそれが思いのほかうまくいって、写真撮りました、記録用に。そう結構私ファンの方へのそのサインでイラスト描いた時にこれはうまくいったなっていうのは写真撮ってます。そうの話してたんだっけ、忘れちゃったね忘れちゃった。とかあと個人的にはめっちゃ動物の森のイラストを描くのも好きで、というのもまあ、動物の森、動物のキャラクターもいるけど、自分自身の住民、あつ森でいうと島民がいるじゃないですか。そうでそれの絵を描いたらめっちゃうまくいって、そうだから私頭身が低いキャラは割と得意なんですよ、わからんけど。でもその分自分の絵柄を持ってないんですよ、定まってない。でもアトムは割と自信持って描けるけど、最近ちょっと描いてないかなっていう感じですね。そう
そう。でも最近マジで絵描いてないからね。そう。でもそう、アトムは本当にマジでもう絵が描きたくなりすぎてめっちゃ描いてましたね。じゃあ今日はもうそろそろ終わるんですけど、配信最後にみんな見て、金木犀の香りのアセフティシートをゲットいたしました。めっちゃ黄色、嬉しい。でもなんかこれだけ見るとなんかめっちゃあれみたい、なんか紅茶の香りって書いてそう。ここ隠してたらさ、なんかめっちゃ紅茶の感じ すごいからさ、そう、ゲットできました。そう、杉薬局限定の、嬉しいね。はい、というわけで、じゃあ今日はここら辺でね、終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでいきます。13位から、13位カリネコでも好きだよさん、12位飯田裕之さん、11位ディスクさん、10位川端慎二さん、9位マモさん、8位夏目さん、7位ロミツさん、6位 TKHKG さん、5位カラスのカーコさん、4位アーティーさん、3位タッツエモンさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみー。